捉えたか。リールとしては先ほどから前線の選手が積極的に下がってきますよね。そうですか。ここまで下がってくるのはどういう意図、狙いがあるんですか。まずこの下がったことによって相手中央のディフェンスを引っ張ることができますよね、うん、そうするとそこにスペースができるので、はい、味方選手が飛び込んでくるという形ですよね。なるほど。そうするとさらに飛び出した選手の場所にスペースができますよね。そうなんですよね。そこに別の選手が走っていってもいいですし、うん、柔軟にビルドアップもできますからね。はい。やや深い位置からのフリーキックです。どうする、打っていった、枠を捉えた。ウスマヌ・デンベレ、ディアス、ここでファールがありました。今のファールには注意があったようです。ゴルフ、裏へ届くか、抜けた、自分で行く、さあ持っていく、このパスはキーパーへ。ジョルディ・アルバ、前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。ルーズボール、ネイマール、縦へのボール、サイドを縦に走らせます。中切り込む形、さあどこに出してくる、裏を狙っていきます。クリアが精一杯ですね。さあ右へ預けてスルーパスを出す、ふわっと裏を狙う、ここはすぐ奪い返します。コースイーストロンド、スルーパス、裏へ抜けた、ファーストハーフ、この終盤両チームスコアは0対0です。ボルハ、さあボールはデンベレ、さあここから持っていく、マスモートのクロス、ここは大きくクリア、危険なシーンでした。ボルハ、ロベルト・フィルミノ、さあつながるか、もういいですね。さあシュート、一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。ノースイーストロンドン、入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。ディアス、フェリペ・メロ、ゴルハ、スペースへ出す、ここはキーパー処理しました。前半終了です。15分間ブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。まだスコアレスです。さあ北澤さん、前半ゴールネットを揺らすシーンは見られませんでしたね。派手なゴールシーンはなかったんですけども、うん、激しいチェックやボールの奪い合いなど、はい、注目すべきプレーがたくさんありましたし、ところどころで好ゲームを演出してましたよね。そうですね。ノースイーストロンドン対リール、前半互いにノースコアのまま後半を迎えます。後半ゲームはスタートしています。まあ非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。フィルミノからネイマール、抜けてくる、コーナーキックになります。
これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。ノースイーストロンドン、このボールに触ります。ボルハ裏のスペースへ、抜けてくる、来たぞ。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。裏へのスルーパス、ガブリエウからボールが上がる中央、カット、仕掛けるタイミングを図る、裏へ届くか、グラブ大きく前線へ、ラインボランチからロベルト・フェルミノ、バスでつないで攻め込んでいきます。ロースイエンゴラ、これはよく止めました。いや、あの位置からのシュートですからね、アンセですね。好セーブを見せました、ブラボ。ノースイーストロンドン2本目のコーナー、このクロスには届きませんでした。これは直接出てしまいました。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んで、ゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね、はい、しっかり決めてきましたね。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。ゴールの直後のゴールです。メルテンス、いや監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるんでしょうね。ノースイーストロンド先制ゴールが決まりました。1対0、1点も2点もありますよね。試合の状況がガラッと変わりますよね。スペースへ出す、ボルハ、パスをつなげます、裏を狙っていきます、リール奪い
返します。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。ノースイーストロンド、ここもしっかりディフェンスしました。さあ繋がるか。さあデンベレ自分で行く。さあシュートに行けるか。うわー、まだある。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですからね。大きく縦へスルーパス、チャンス抜けた。メルテンス、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。自分で行くのか、自分で行くのか、こぼれてますよ。これは相手選手に当たりコーナーキックになります。リールコーナーキック2本目。この時間帯で2点差に広がってしまうとリードしている方は非常に余裕を持って試合を進められますよね、はい。まあ、大立場としては精神的にもきつくなってきますよね。ノースイーストロンド、決定的なチャンスを収めることができませんでした。ラインゴランからネイマール。ノースイーストロンドとしてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。ティアス、ここをつなげればイールヘッド、ここで前を向けるか。ネイマール抜けてくる、自分で持っていく。ゴールとなるのか。ゴールです。2対0ノースイーストロンド、素晴らしい勝利です。北澤さん、試合をご覧になって